はい。返した。足を当たって。同点になっちゃったね。お伊藤さんピッチャー行く。ピッチャー行かないから。おお。あ、俺からじゃん。もう一番いいバッター。ちょっとまた5連打ぐらい。師匠バッターじゃない。はい、行こう行こう行こう。デッド。キム・ジョン。なんだっけ。ナム。何でしたっけ。ジョンナム。ジョンナム。それ。ジョンナムよ。よし。変わりましたね。ピッチャー変わったみたいですよ。変わってるよ。インコース立たなくていいですよ。真ん中ちょっとプレッシャー感じちゃうから今日は。いつもだったらコース座ってもらうとすげえ楽なんだけど、コントロールがストレートがね、みんな抜けちゃうの。上行っちゃってたよ。なんだけど、打たれる可能性があるんで、シュート全部打たれてもシュートなんですよ。シュート少なめにしましょう。困った時はちょっとストレート、シュートでカウント稼ぐ。ストレートが生きるとシュートも生きる。カウント取れねえ。怖いですね。あんま慎重に行くと真ん中行っちゃうしね。ギリギリワンバウンドするぐらい投げる。音がカオッと。当てないがちょっと返球がダメですね。いつもどこら辺で野球やってるんですか。どうですか。板橋とかね。一応どうですか。あ、レネないだ。いやもう近くにあるの。じゃあ会社を。あ、なるほど。ちょっと近くにあるの。ええ。オッケー、バッチリ融資が揃いますよ。ここだけ。入れてもらおうか。いや、土曜日仕事なんですよ。あ、仕事終わってこの時間だったら家は新宿なんで。最後よ、イライゴ、イライゴ。こっちこれだけなんですけど、本当にフリーバッティングで何もなんで。あ、じゃあすぐ月近くですか。あ、そうなんですか。ボディ横でストレートやれないよ。止めたら勝っちゃったよ。最後いい球行こう。え、そうだね。いや失敗しちゃったよね。欲が出ちゃった。ストレートないね。敵の神に温存してたもんだ。大丈夫ですか。そんなもん。だって俺も明日野球の前があるから温存しないと。伊藤さん、伊藤さん次だよ、投げるよ。ホームラン。伊藤さん次ですか。吉田の頭に温存してます。打ちたくなっちゃう。まず対戦したいですね。お願いします。
たいな時はホームラン強い。まだもうちょっとサービスボール投げさせてもらいます。そうだよ、サイン出したらそうだ、真ん中でみたいな中速球ぐらいですか。助かってます。ジャイアンもう入っちゃったんですよ。本当はい、それ、オッケー、あれよ、おっしゃ、そして、オッケー、ありがとうございます。バキューン、あれ見ちゃうと振っちゃいますよね。スタンド、スタンド、最後でさあ、もう一歩行こう、もう一歩。あれ、小谷さんは黄色え黄色打ちたくなっちゃうよね。なんかね、いや黄色乗るってさ、出ちゃうんだよ。そういう時間、早い時間。で言ったすると水曜日10人ぐらい走るよ、ね、でレッスン1人とかしてるんで。そうです、レッスンより全然多いと思いますよね。うちのチームが走ると。あ、ヨガね、うん、水曜2打席連続したくなっちゃう。みんな気づいてるね。力入りすぎじゃない、早すぎた。いや、まだじゃないんだ。狙っていこう、狙っちゃおう、狙っちゃおう、2打席連続いっちゃおう。まんぷりまんぷり。あー、ホール、うん、見たかったなホームスチール。お兄さんはホームスチールでさあ、またござい。さあ、今度は鈴木さん狙って狙って狙って鈴木さんの板も好きじゃねえの。来週、来週またハーフのさ、俺レースランドです。またですか、うん、ハーフだっていくらで出るんですか。多分3000円。どこでやるの。練馬、練馬で練習ハーフマラン何キロ。いや、ハーフマラン、レースランナーだから、そんなにマジではやんない。何キロ以上いけるんですか。何キロ以上6半ぐらいだと思うよ。結構ゆっくり、後ろの方を走っていくわけ。結構ジョグって感じ。全然出たい。ナイスじゃね。ナイランナイラン、余裕ない。余裕よ、ほら4月の8日か。そうそう、それ70キロ、はい、あれも車何人か乗ってて、誰が乗ってるの。5人まで、あのね、車何台か出すわ。あ、何台か行きます。6時半まで大丈夫なんだ、駐車場。あ、夜の、うん、だから2回も2回すごい。ちょっとじゃあ僕はあの、彼女の単独で。そうそう、彼女の単独で。はい、ナイス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 。最後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 続いて、うん、あ、ありがとう。いい、大丈夫。さあ、てこぜツアー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 ツ
いやいや、そうなんか取れそうでもないです。最後行こう。僕が任せたってやってるぐらいだよ。彼も任せたもんね。そう、マラソンでも野球チームに入ってて、走ろうよ、走ろうよって言われて、やだやだって言ってたんだけど、ある人全員が行くって言って、ぎっくり腰で動かないんですよ。で、ぎっくり腰直すんなら走るのがいいって言うんですよ。なんかいらっしゃいですね、なんか肩に曲がるんですよ。そうそう、で、そしたらどっぷりはまっちゃって、この間はあのフルマラソンまで走っちゃって、そうそう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 、無茶してる。サブサブサブ。ナイスナイス。何だよ。スリーボール、スリーボール、いいじゃないですか。ワンツーじゃないんだ、ホームランじゃいいんだ、これ。それか。初球ストライク。マラソンは、マラソンの筋肉があるんで、しょっちゅう走ってないと、やっぱあちこち痛くなる。スリーボール。しょっちゅう走ってれば、そういうことも多分、ね、忘れてるから、ボールしかない。山田は、東京マラソンの3年連続チャンピオン。マジっすか、今言われてる。年齢別でもやばいでしょ。スリーボール、ワン、3連覇。シニアはもう3連覇。4連覇。4連覇。もうこれだったら優勝だったんだ。4連覇。全然優勝ない。シニアはもう3連覇。